耳から学ぶ。イエスの再び語りたもうた真理の御言葉。30第3話7危機物語。来る日も来る日も順々としてあなたたちに説かれる神の御教えを父なる神に感謝するがよい。四六時中神を念ずるがよい。神、我がハートに増しますからには、破れることはありえない。自分の力でことを成し遂げうると思う者もいるが、神によってのみ何事も成就しうるのである。あなたたちの心は、常に不足の状態にあるのか、与える状態には全くないのであるか。しかし、与えることこそ受けることなのである。父なる神と一体となるためには、神に自分自身を全開し、神の愛と知恵との尊き力が自分を通して流露するようにしなければならない。父なる神の御が、あらゆるものの供給主なのである。およそ作られたものにして、神なしになされたものは一つもないのである。ハートと魂とが喜べば、肉体は安らぎ、全細胞が臨在に感動する。神の臨在には至らぬ熊はないからである。神の臨在より生する満ち満ちた喜びと神と共なる至福は他のいかなるものよりも真がキリスト意識を助長する。外を見るな、内を見よ。そして自分が実在であることを知るがよい。自分は実在である、アイアム。自分は真実なるものである。自分はクオンである。自分は神の霊である。自分は生命である。このことを悟ったとき、魂は歓喜する。外部よりの雑音が静まり、神に属せぬものすべてを看破したときに、この喜びは来るのである。生ける神の御霊、すなわち、真がキリストは、内側より外なる肉の体を通じて生きする。神聖エネルギーは常に内より自己を表すのであって、決して外からではない。頭脳は御霊によって養われ、精妙なるものは粗雑なるものを支配し、見えざるものは見ゆるものを通して流れる。父なる神を見た者はいないが、あなたたちはその子は見ている。私を見た者は、父なる神を見たのである。内なる力を外に出すために、静かに瞑想する時間を選定することの重大性をよくよく理解させるために、私は、このことを、あなたたちに明らかにしているのである。アクセクした生活から離れて天国に入り、我が内にありて我を通して働く者に気づくことである。その力が自覚されれば肉体は更新され、心も更新され、心に平安と愛とがもたらされる。真がキリスト、すなわちあらゆるものを支配する力を悟るとともに、周囲の物事の運び方がずっと円滑になり、心や肉体や環境の諸状態も調和し始めることに気づくであろう。やがて、自分のうちに増します、父なる神こそ、自分の実存、自分の実相であったことを自覚するようになったとき、あなたたちは、もはや、不調和も環境も考慮する必要はなく、常に、すべてを統御するようになる。なぜなら、うちなる神が、我が胸と心の玉座に突きたもうたからである。